この前病院からさ、あなたの肺に小さな腫瘍が見つかりましたっていう文が届いたんだけど、え、めっちゃ怖ない？まあそんな感じで一応ね検査しに行くんだけど、多分この動画が上がってる時にはね検査結果が出てると思いますので、その検査結果こちら、異常がないことをね望んでおります。どうもゆうたでございます。今回はですね、僕のフォローしてほしいインスタグラムの方で、男子と喋れない女子あるあるを教えてくださいという風に募集をかけさせていただきました。そこでなかなか男子とは喋れない女の子たちっていうのがいろいろねあるあるっていうのをね僕に送ってくれたので、それに対して回答していきたいと思います。で、僕ねこう見えて一応生徒会長やってたんですよ。生徒会長だからさ、当たり前なんだけどいろんな人と喋ってたんですよ。言ってしまえばコミュ障女子みたいな子たちともよく喋ったりとかしてたんですよね。だからどうすればいいのかとか、そういうのも皆さんにねお伝えしていければいいと思うし、普段からね学んでいる心理学っていうのもちょくちょく話していければなと思っておりますので、お付き合いよろしくお願いします。あ、ちなみにこの動画ね3月の28日に上がると思うんですけれども、3月の28日から僕ちょっと大きなお仕事があって、ちょっとね本当に時間が取れなくてコメントとか返信できないと思うんですよね。まあ、ただ動画は上がるからちゃんとコメント残しておいてください。それではまず一つ目、男子がいないときクソうるせえ。なるほどね。これねすごくねあるあるだよね。僕がね文化祭でさ、例えばなんかいろんなクラスを見回るみたいのがあったんですよ、放課後に。でまあある程度もうね人がいなくなってるから、自分たちの空間っていうのを繰り広げる女の子たちがいたわけよ。でそれでさ、めっちゃ盛り上がってんだよね。めっちゃ盛り上がってる時に俺がガラガラって見回りで入ってきた瞬間にピタッ、空気凍りついて、なんだこのアウェイ感とか思いながらね閉じまりしたことあります。目見て話ができない。あ、これすごく多かったんだけど、目を見るのはね良くないですね。そのなんて言うんだろうな、下向いちゃうみたいな子だと思うんだけど、その目を見ようとするのは良くない。で相手も目を見られてるって思うと緊張しちゃうから、人ってね。だから別にねこれは大事だと思う。そんな目を見なくていいと思う。 LINE では普通に喋れる、 LINE で喋ってる人ほど実際喋れん。わかるー。いやこれ俺もなんすよ。別に俺コミュ障じゃないよ、全然コミュ障じゃないんだけど、なんか好きな女の子とかになるとさ、 LINE ではめっちゃやり取りしてるのに学校でいざ会うとさ全然話せないというか、ちょっとなんかカッコつけちゃうのよね。すれ違う時ですらカッコいいって思ってほしいから、なんかこのスッていくみたいなところがあるんだけど、ほんと何も意味ないんだけどね。あれ、ネットの世界の自分とね現実世界の自分をね統一するっていうのがなかなか難しいっすよ。下の名前で呼んでくれる男子が少ない、〇〇さんって名字で呼ばれるみたいなね。まあなあ、男子と喋れんから君のことをなんて呼べばいいかわからないから、普段からそんなに呼んでないんだよね。そもそも名前以前に君のことを呼んでないのよ、仲いい男子がいないから。めっちゃ厳しいこと言ってんな。まあだけどさ、ちょっと勇気出してさ、仲良くなりかけの男の子に何々って呼んでほしいみたいな感じで言ってやりなよ。めっちゃ緊張すると思うんだけど、それ言われたらまあ嬉しいよ。男はキモいとか思われてそうで挙動不審になる、キョロキョロしてな、それでこいつキモいなーって思われるみたいな。俺も男友達めちゃくちゃ多いから、コミュ障女子と話した時どんな感じだったみたいなのもやっぱそういう話の話題にはなるけどさ、けど挙動不審であいつキモいよみたいな話ってまあ出てこなかった。コミュ障の子ってやっぱね気にしすぎなところがめちゃめちゃあるかなって思う。うん、そこまでお前に興味ないねん。下手なこと言っちゃうけどさ、あのねこれ真実なのよ。そこまでお前に興味ないねんっていう。だからそんなに気にしても無駄だよっていう話。脳内シミュレーションは完璧なのに、いざ話すとなると赤面&噛み込み&言いたいこと言えず去る。あのイメトレは十分にできてるんだよな。イメトレってさ、なんであんなに誇張しちゃうんだろうね。わかるよ、俺もさバスケットやってたからさ、そこで明日の大会俺はこうやって決めてこんぐらい得点取ってみたいなイメトレをすんだよ。でもねその大会でね開始2、3分で交代されるみたいなね、本当にあのどんだけ俺下手くそやねんっていう話になってくるわけなんだけど、結局顔なんだろうなって思ったら喋れん。俺もねやっぱこれは思うな。イケメンじゃないから話しかけたらキモいと思われるんじゃないのかなっていうのはやっぱ思ったりとかする。俺もね。だけどねこの文を送ってくれた女の子のプロフィールを見たのよね。したら全然ブスじゃなかった、むしろ普通に可愛いって言われるぐらいの子だなと思ったわけですよ。で男子ってさ、美人すぎる女の子だとやっぱ話しかけづらいのよね。で話したとしても男子の方が緊張しちゃうからなかなか仲良くなれないみたいな。普通な顔って結構最強で、で人それぞれねその普通の顔のレベルっていうのは違うから、だからもっと自信持っていいと思うよ、本当にこれは思う。なんか結局ね一般的な女の子ってねモテるからタイミングがない。これあれだよね、タイミングがないというよりかはタイミングを逃してるんだよね。あれだよ、縄跳びと同じだよ。大縄でさこうどう入ろうかなみたいな、こうなってるみたいな、ね、たまにあるでしょ。みんなポン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 入ってる中一人止めるやつ、一人パッてキュッて止めるやつ、本当に。え、お前バッシュ履いてんのみたいな。それは違うか。ちゃん付けで呼ばれてドキッとするのに、初対面で呼び捨てされる距離感には若干引いちゃう。
若干文法うんこだったから引いちゃった。いや、まあそんなに文法うんこじゃないか。なんかね、最近ね、文法うんこですねって言いすぎて、みんななんか文法気をつけるようになっちゃったのね。俺的には文法うんこですねって言いたいの。だからさ、どんな文でも文法うんこに見えてきちゃう。まあそういう病気があるんだけど、それ検査してもらった方がいいんじゃないのかなって思うわけなんだけどさ、これわかるかな？ちゃん付けが似合う人と似合わない人っておらん？顔とかじゃなくて、雰囲気が大人の人は何々ちゃんって呼んだ時にかっこいいのよ。けど、常日頃からチャランポランしてる男が何々ちゃんって言うとなんかちょっと違うじゃん。ね、引くやんな。なんだろうね、あれって。ちゃん付けが似合う人ってどういう魅力があるんだろうね。よくわかんないですね。変なこと言って笑われるのが恥ずかしい。これはね、男女共通でコミュ障の人たちにありがちな思い込みなんですけど、まず自分が変なことを言ってしまうから喋れないみたいなのがあるじゃんね。そもそもそこまで変なことを言えるほどお前はおもろくないよっていうのがまず一つ。滑らない話っていうのを従ってるわけじゃんね。じゃあ滑らない話ってなんだろうって考えた時に、それって自分の話なんですよ。だから質問をすることね、絶対に。要はあなたに興味がある人ってそんなにいないから、だから私ってこうなんだよねとか、俺ってこうなんだよねみたいな感じで話しかけられたとしても、へえそうなんだとしか思えないじゃんね。それがさ、質問に変わって自分のことを聞いてくれるってなったら、喋らせるわけだから滑るも何もないじゃないですか。相手の話なんだから、自分で喋ってうわ滑ったみたいな、そんな人ってあんまいないじゃん。相手に関わる質問をするっていう、そういうトークの切り返しで全然大丈夫だと思います。そうすれば結構改善される。男子に話しかけてると周りの女子に見られてるのが少し怖いです。あ、これは意外だったね。なんか男の子に対してこう思われてないかなとか、そういうのだったらわかるんだよね。けど女子にそういう風に思われるんだ、やっぱ女子の世界怖えって思うわけよ。女子ってさ、男子にチヤホヤされてる女子のことを嫌うじゃん。だけどめっちゃひどいこと言っていい？ TikTok とかでさ、この子絶対加工だよねとか、男と喋りまくってる女の子にあいつ絶対ビッチだよねとか、あのあざとさ本当にうざいとか、男バカだなとか言ってる女の子ってマジでブスじゃね？いやマジで人のことを悪く言ってる時の顔なんて大体みんなブスだからね。だから俺も悪口言う時はね、ブスサイクだもん。隣の席の人とペアでやってくださいの時マジ気まずい。英語の授業でね、高校の時に隣になった女の子がいて、その女の子っていうのがもう本当に喋れない女の子だったのよ。というかその女の子が誰かと喋ってるところを見たことがある人がほぼいなかったくらい、マジでそのぐらい静かな子がいて、まあ、その子と英語の授業中にペアでね、音読をし合ってくださいと、まあ、そんな風に言われたわけですよ。まあ、その音読の仕方というのは英文の長文があるじゃないですか。それをね、区切りのいいところまで喋って、そして次からはもう片方が喋って、そしてまた区切りのいいところまで喋ったらもう片方っていう、こういうラリーでね喋っていくってやつだったんだけど、まあ、それをやるとさ、みんなもわーってやり出すじゃないですか。だからね、マジでね聞こえなかったのよ、その女の子の声が。マスクしてたから、その時その女の子口の動きもわからないから、え、どこまで読んだ、え、終わったのみたいな感じで思ってたの。だけど、え、ごめん声が小さいなんていう風には俺言えなかったから、その時もう予測で俺のターンだっていう風に切り替えたのね。だからさ、俺が読むじゃん英文を。したらまあその女の子がまあ読んでると思うのよ。全く聞こえなかったけどね。まあ読んでると思うから、そこでまあそろそろかなと思って俺が話し始めるのよ。そしたら女の子ちょっとビクってなってんだよ。あー途中だったかとか思ってね。まあそういうなんか駆け引きをしたことがあります。あれはね、仲のいい人じゃないとね気まずい。女の子とやれるってなった時結構嬉しいけどね。声のトーンをどこにしたらいいかわかりません。トーク音痴やん。かっこいい男だと余計に緊張して話せない。そう思うとさ、小沢優太ってちょうどよくない？ TikTok に出てくるような踊ってるだけでバズってしまうような男じゃないじゃん。むしろ踊ったらアンチ来るじゃんね。まあ、そのぐらいの顔のレベルだからちょうどいいと思うのよ。ねわかる？絶対名前で呼べない。ねえか君ってなる。名前で呼んだ方がいいよ。人が一番気持ちいいって思う音って自分の名前を呼ばれた時の音なんだって。これをね、カクテルパーティー効果って言うんだっけな。例えばよくみんなあると思うんだけど、めちゃくちゃ教室がザワザワってなってるのに自分の名前を呼ばれた時ってさ、なんか気づかん？めっちゃザワザワになってるのに。まあ、ほととか呼ばれると、え？みたいな感じで気づくやんな。自分の名前やってなって。まあ、そんな感じで、ざわざわってなってるのに、名前だけは耳に入ってくる。つまり、人は自分の名前が大好きな音っていうのが分かってるわけなので、名前は呼んだ方がいい。くんづけとかでね、呼ぶのがいいと思うよ。だから俺、ゆうたくんって呼ばれたいんですよ。ゆうたさんよりも。よろしくお願いします。声高めの顔なしになる。あ、なるほどね。顔なしってあ、の顔なしか。これが、声高めの顔なし。あえてるやないかい。お前本当に。やめろお前本当、それ喋ってる時に、なんて言われたらお前、手回しとるんちゃうかつって、みんな手回しとるぞあいつつって、なりますね。今日母さん今、
出てるんで。男子の唐突のボケに対する返しがわからなくて、苦笑いみたいになってしまう。かっこ気まずい。まあなあ、これはね、男子にも問題があるよね。返しにくいボケをしてしまう。基本的に、いい男は、あ、この子あんま喋るの得意じゃないなっていう女の子に対して、ハードルの高いようなことってしないんですよ。ツッコミを求めたりとか。まあ、ある程度仲良くなったらさ、それはするんだけど。だからこれはね、君が悪いんじゃなくてね、つまんねえボケをする男が悪いと思うからね、いいと思いますよ。一重になってないかとか、目矢についてないかとか、臭くないかとか気になって話に集中できない。大丈夫。そんなに見てない。たまにさ、鼻くそつけながら俺動画撮ってる時あるんだよね。もうほんと何してんのみたいな。明るさ調節とかするとさ、もうわからなくなるんだけど、鼻毛出してるわ、鼻くそつけてるわ、みたいな感じで、なんだこのゴミ男みたいな。友達が一緒に来てくれないと話しかけられない。結果、カツアゲのようになる。女子に囲まれてる男の子ってマジ羨ましい。俺も囲んでみたいな。ね、囲んで蹴ってみたいな。喋りたいが話しかけられる、ま、ん？ん？話したいが話しかけられる、ま、本当にありがとうございます。こういうね、ちょっと文法がね、よろしくない文を見つけるとね、もうテンション高くなってしまってね、言わせていただいていいですか？文法うんこっすね。ふぉー、気持ちいい。